んにちは。東堂輝明です。根本美希です。今回は47日目、東京都の1日目です。東京入りました。入りましたね。うん、さあ、そして演奏してくれるのは、三味線が上原淳之介さん。はい、こんにちは。藤本松彦さん。はい、尺八が米谷武正さん、よろしくお願いします。鳴り物が南駒和美さん、はい、頑張りました。皆さん今回もよろしくお願いします。東京入りましたよ。入りましたよ、いよいよ。ねえ、長かったですけれどもね。先生、東京って23区あることは知ってるでしょ。ない。でね、多摩地域26市と西多摩郡3町1村、そして島嶼部が2町と7村あるそうなんですよ。あ、結構あるもんですよね。すごいね。うん、でまあ皆さんね、東京タワーとか東京スカイツリーとかね、うん、でもやっぱり一番私はね、皇居があるところって、東京って皇居のあるところって思うんですけど、うん、皇居行ったことあります？皇居行ったことありますよ。あります。外から見ただけそうでしょ。あのね、私歩いてね、あの中にね、二重橋、あの入れるところまであるんですけど、うん、中入ったんですけど、すごく広くって、一度は皆さんにね、皇居のところね、そんな天皇陛下がねいらっしゃるところまでは行けませんけれども、そのお近くまでね行って、ちょっと皇居を見るっていうのも、あの二重橋を渡れる日があるんだよね。あ、ありますね。ああいう時に行ければいいんだね。でも人いっぱいですしね、なかなか行けないですもんね。でもね、いいところですよね、東京もね。そりゃそうですよ。でね、やっぱりね、私ね、一番気になるのは、東京ってよく江戸っ子っていうじゃないですか。江戸っ子ね、うん、ベランメ。江戸っ子ってやっぱりどういう気質ですか？スカッとしてんじゃない？ベランメ所だから、ね、結構人情味があるとか、うん、そう、表面だけ強いっていう感じ。表面だから、うん、痩せ我慢、痩せ我慢、うん、はぁ、うん、ねえ、かもね。江戸の人っていうのはね、なんかこう、なんか息がよくってとか、切符がよくてとかね、そういう風にして思ってましたけどもね、うん、いやー、なかなか今はね、東京っていうと地方から来てる人がいっぱいの集まりになってますもんね。だいたい東京はね、いろんな人が集まってね、できたという。なるほどね。だからふるさとはって聞かれると、みんな地方が九州だったり東北だったりとか。だから江戸っ子自体はね、江戸っ子人自体は少ない。江戸っ子人ね、うん、なるほどね。さあ、じゃあそういういろんなところからね、来た人たちが、あの、作ってきた東京っていうのがあると思うのでね、その東京、東京音頭歌ってみましょうか。先生、どうでしょう。ね、これはもうね、みんな全国民が知ってるから。そうですね。これと炭鉱節はね。盆踊りというと、これね、必ずやりますもんね。はい、では、東京都1日目は、東京音頭、お送りします。はい。